続きまして、絆と同期のエピパネイア、ライバルになります。エピパネイアの登場でございます。今日は、スミー先生がお見えになっておりますので、応援いただきたいと思います。スミー先生は、ビクトアルツァ、ルーラーシップでも、トースタリオンに、タネ馬を送り込んでおります。それでは、お願いしたいと思います。はい。はい。まあ、お母さんも、私の厩舎にいてくれたおかげで、本当に、うちに来る縁のある、ゲルトの馬でありましたけども、まあ、非常に素晴らしい、まあ、生まれた時から非常に素晴らしい体でしたし、もちろんお母さんの、まあ血統からも、非常に活躍を期待されてた馬でしたし、本当にそれこそデビュー前の秘話ではありますけれども、やっぱりお母さんも言われたんですけど、この馬はダート馬だなと言いながら、デビューは芝でした。で、やっぱり芝でも、やっと驚くパフォーマンスでの芝勝ち、まあ、それから、練習をしてくれるわけですけれども、非常に能力の高い血統で、まあ、さらにこう、お母さんよりかもはるかに男馬としてのボリュームと、まあ、非常に大きな雄大な馬体で、繰り出す大きな走りが、なかなか私たち調教師とスタッフの手の内に収まらなかったっていうところも多分あったのかな、はい、と思います。で、まあ、勝てなかったレースも非常に能力の高いところも見せてくれましたし、勝った G1 は菊花賞とジャパンカップだけでしたけども、本当に非常にその中でも高い能力を見せてくれた G1 戦だったかなと思ってます。本当にもっともっとこの子の子供で、本当に厩舎力が負けないぐらい、まあ、スタッフが取り扱えるぐらいのちょっと技術力を試してみたい、そんなお父さんの一頭になってくれないかなと思ってますので、ぜひ調教師を育てる上でもたくさんつけてあげてもらえたらありがたいと思います。どうもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。素晴らしい応援メッセージたくさん種付けしていただきたいというお言葉をいただきました。ありがたいことに、昨年の12月に、満口になっておりますが、種付けは強そうでございますので、たくさんの申し込みお待ちしています。本馬のプロフィールといたしまして、本馬は2011年キャロットクラブ、募集番号53番、6000万円の募集でございました。スミー厩舎に所属、馬主は有限会社キャロットファーム様、競争成績は 14.6勝、海外は2000勝でございます。獲得賞金は6億9000万円プラス、80万香港ドル稼ぎ出しております。本馬は2歳、10月に、京都芝 1800m、新馬戦でデビューいたしまして、11月の京都2歳ステークスオープン、12月のラジオ日経杯、はい、2歳ステークスと3連勝いたしまして、いずれも最速上がりで、見事に勝ち、2歳戦を締めくくっております。3歳になりまして弥生賞は初めて登場いたしまして4着、皐月賞、ダービーともに2着になりましたが、皐月賞ではロゴタイプのレコード決着の2着、ダービーは、完全に、先に出ました絆にマークされまして標的にされて、2着ということで、タイトルを、つかみきれなかった、春シーズンになりました。ロゴタイプ絆不在の、3歳クラシック路線、神戸新風杯は1番人気に押されまして楽々圧勝、続く最後の一冠第74回菊花賞では、断然の1番人気3番手から抜け出し、終わってみれば、5馬身差の大楽勝、初の、G1 タイトルを、手にしております。4歳になりまして海外競馬を視野に入れまして大阪杯 3着の後、香港のクイーンエリザベス2世カップに、出走、勝つことはできませんでしたが4着と好走いたしました。天皇賞秋をたたいた後、第34回ジャパンカップではジェンティルドンナ、ハーブスター、ジャスターウェイ、スピルバーグという好メンバーを、2分23秒1で、見事に4馬身差の圧勝ということで、ジャパンカップのタイトルを取っております。
高レベルなメンバーということもあり、日本人ワールドベストレースホースランキングでは126ポンド、世界の第2位の評価を受けております。暮れの有馬記念は5着でございました。5歳になりまして、先ほど先生が申した通り、ダート適性も、安城が、も言っていたということで、ドバイワールドカップに、挑戦いたしましたが、力を発揮することもできず、引退しております。父は、シンボリクリセス、一昨年まで6年連続ベスト、5入りの、名手馬でございます。今年よりブリーダーズスタリオンの方へ移動しておりますので、ご愛好の方を、続けてお願いしたいと思います。母はシーザリオ、2005年の、チャンピオン3歳牝馬、6戦5勝で日米のオークスを制覇しております。記憶に新しいとこでは、判定のリオンリーズが、昨年の、朝日杯フューチュリティステークス合客で制覇いたしまして、2歳チャンピオンとなっております。母の父はご存知、スペシャルウィーク、本場と、の母、シーザリオと2倍看板の、ブエナビスタの、父としても有名でございますが、母の父としても、昨年の NHK マイルカップクラリティスカイを出して、母の父としての力も見せつけております。父と同じダービー2着からの巻き返しを図ったエピファネイア、父の勝てなかったジャパンカップを母と母の父スペシャルウィークの血を借りて圧勝、続々と、たくさんのお申し込みいただいておりますが、本場の同期ライバルとなる、絆とともに、3区の、次のドラマを期待しております。絆との直接対決は2勝2敗と、五分に、終わっておりますので、守護馬としてもしのぎを削って、成長していっててほしいと思っております。残念ながら満喫ということですが、種付けの方余裕があればまたシーズン途中から申し込みを受ける、こともできると思いますので、また、ご検討の方をお願いしたいと思います。以上、エピファネイアでございました。最初です。一瞬です。